どうも、飯田ハリコです。米国大陸を田舎者が横断してみた第3弾。今回からいよいよ本編のザ・ランというのをやっていこうと思います。まあ、ご存知かもしれませんけど、このモードは米国大陸を横断するんですね。いち早く誰かがサンフランシスコからニューヨークにたどり着くのか、それを競い合うのがこのザ・ランのモードなんですね。ちなみに難易度は4つ用意されてまして、イージー、ノーマル、ハード、エクストリームというのがあります。ただしエクストリームは、最初の段階では使えなくって、まあ、この3つのモードいずれかをクリアしたい前提でやるようですが、まあ私は相当下手なんで、まずはイージーからやっていこうかなと思います。まあ果たして2周目するかどうかあれですが、まあいかんせん私はゲーム苦手なもんでね。ジャックは返済しきれないほどの借金を生んでしまう。彼のうぬぼれはどんな。で、まあ賞金目当てに、このレースに参加したというわけですか。で、なんだこれ、エレクトニックアーツオブプレゼンツ。おお、いきなり991型彼ら。いいですね。厳密に言えば991型911彼らの。OS か。いやー、なんとも美しい、見とれるようなボディ。しかし、なぜいきなり最初プロモーションから入るんでしょうか。なんかやや不自然な感も否めないですが。いやー、しかし真っ赤なポルシェっていいですね。特にこのリアなライン、なんというスケベーな。いやー、たまらんですね。ん？ジャコ君？つうか、なんか傷負ってるんですけど、なんですかこれ。つかなんか BGM からして嫌な予感しかしないんですけど、まさかジャック君、せっかくこんないい車乗ってんのに、なんでこんな目にやってんの。ん、ちょっ、ん、ちょっ、なんだこの音、なんか妙な音がするんですけど。つかジャック君の服も汚れてる。血が流れてる。ええちょっと待って、え、縛られてる、え、嘘、ちょっと何ちゅうとこおんねん。発射置き場ですよね。で、ちょおい、いきなりせっかくの991型911彼らに何をするんだ。で、ちょっと待って、これプレスキー、ちょ、お前なんか、まさか、ちょなんてことをするんですか。つか内装結構作り込まれてますね。つか内装視点が非常にないのが残念なってくらい、そういう問題じゃない。つかこのおっさん誰だ、なんか渋いですね。でかっ、いやそんな気にしてる場合じゃねえ。ちょおい、こら、救急車が彼らに何をする。ちょいきなりですか。マシンから脱出しろ。 B ボタン、最初 X ボタンだったのに、なんてことになってんだ。え、ちょお前やばいやんか。ちょっと待って、L と RT こっちか、間違えた。ちょっと難を逃れたようですが、つかジャック君何があったんですか。ちょうどいいとこに RS4 が。なんだ、あれ車から出た、捕まえろ。つかなんか声優が非常に不自然な気がすんない。てかいきなりなんか超展開なんですけど、どういうことなの。とにかく逃げなければならない。まあとにかくろくな目に当てないことは察した。すごいなこの話。ちょマフィア振り切れたよ。なんちゅうもんにかかっとんね、ジャック君は。ちょ、危ない、あかん、そんなでかいもんで、ね、ぶつけられたら潰れちまう。とにかく、なんとか振り切れたかったか。でも、あえて開演だからな。いくら RS4 乗ってるとはいえ、なんか銃声が聞こえたんですけど、気のせいでしょうか。でっくっ、
どこだよ、どこから来てんだよ、その銃声。まさかから、会員の中から、なんで、おい、何も聞いてねえぞ。何ですか、このいきなり。とにかく、ちょ、危ない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 。何も撃ったら死ぬって。ちょ、だから、だから。うわ、ちょっと、横なんか来てる。あっかんけど、あっ。つかなんか開演もなんか来てたんですけど、大丈夫なんでしょうか。つか撃つな。何ですかこの展開は。サムハーパー、かつてとりあえずキャノンボールデースのお供なんでしょうか。つかジャコ君とりあえず逃げられたみたいな、まあいいんですけど。そっか、ご飯食べてる場合でしょうか。まあ確かにあの展開になったらお腹すくと思いますが、しかしビルはマジで、でこのお姉ちゃんがサムなんちゃらっていうのかな、今回のメインヒロインでしょうか。道を踏み外したそうね、ジャック。そりゃあんなにね借金重ねてたらな、2500万円とか。出世は望めないのさ、サム。つかジャコ君、私たちイケメンかしら。ねえ、手を組んでみない。何をする。子作りとか。あなたが得意なこと、誰にも負けないはずだわ。誰だ。答えて、イエスかノーか。もちろんイエスだろ。答えはとっくに分かってるんだろ。しかしジャックさんって冴えない顔してますけど、声はイケメンですね。なんかこのギャップがまた面白いですか。ニューヨークまで最強の顔ぶれが揃うわ。最強の顔ぶれね。優勝すれば、例えばキヨシさんとか、あなたの悩みを解消し、オサクとか。おい、10%だ。これはもう一人の勢いでしょうか。賞金は2500万、その10%。2500万ドルということは25億円程度でしょうか。相当長くですね。え、何これは。これはお金なんかな、よくわかんないです。とにかく、なにこれ。お、なんかこれで連絡を取り合いましょう。次は車の準備ね。車の準備、あ、そっか。あれ、そこを結局潰しちゃったんだね。まあ、あんだけボロボロだったらね、もっともっとあれは盗難車ですし、仕方ないっちゃそうなんですが。しかしなんか映画を見てるような感じですね。まあ喋るなって言われそうなんですけど、せっかく実況動画なんでね。まあおとなしく見たきゃ製品版お願いします。まあ私家の回しもんでないですけど、まああくまでこれ私の動画なので。お、この場面トレーラーで見たことがあったようだ。まあそんなことはともかく、景色いいね。確かここサンフランシスコですね。おお、なんていう顔ぶれ、どれも魅力的ではないか。さーて、どれにしようかな。迷いますね。どれも非常に魅力的。というか、全部 NFS エディションなんですか。あれ、せっかく、これだけシグネスチャー。確かにシグネスチャーと NFS エディションをすでになんかチューニングされたもののようなんで、僕はこの Z、よく見たらカーボンボネット。渋いじゃねえか。しかし、ここは私の読みを使う。そう、シェルビー GT500 スーパースネーク。
750馬力のバゲモン。ですかしてて、ちょっと待って。これ、もうちょっとね、フォントとか工夫してくれんかな。まあ、いちいちイチャモンつけるのもあれですけど。さて、果たして、うまいこといくか。まあ、最初のレースなんで、問題ないと思いますけど。で、自分でいじって。おお、いい音だね。ジャック、準備はいい？完璧だよ。ドライバーは総勢200名以上。ここからニューヨークまでは約3000マイルよ。3800。急いで、ノブヒルでのレースを送るわよ。ラジオいいですね。こんなラジオ聞きながらゆっくりドライブできたら本当に大変。そうなんですけどね。とりあえずマザーレース。おすすめなんだ。ん？なんか目の前に嫌な車が見えてるような使って、え、もしかするとどんな珍風ですか。学校のコースノブヒル GT 多数のエキゾチックかセントエンジー2の予定は。ん、なんだこれ。何台だ。50台以上だが数は増えてる。ちょっと各車両を変更するぞ。撃ってたタッチ。ここはエミテテーションのイベントらしい。ストリームに違いない。できるだけ早く応援を回せ。了解。車両複数だの中。ちょっとちょっとちょっと、何ちゅう車走ってんの。パトカー。まあそれは違法なレースしてますからね。仕方ないっちゃしょうがないですよ。しかし、いやードクエビーちゃんいい音だ。つかなんか後ろからカムタさん来てる。私を放っても何も美味しくないよ。厄介な状況だ。もちろん前にも譲らないからね。了解、向かいます。つか前の人との差がどんどん広まっているような気がする。まあそんなことはともかくさっさと抜きたい。でそこら辺の養生とチュチュチュ案をしたいって。そんなことしてたら多分マリさん来るけど、すでに来てるけど。あれはずっと全然もっと数がいる。もっと数がいる。空いてるものを全員送る。うっ、あー、おマリさんこっちです。